どうも、エルザレットです。それでは、コントロールやっていきましょう。今回はこの先ですね、収容の方に行って、オーディショナリオ、エリアを見つけるということなんで、進んでいきたいなと思います。で、ちょっとね、配信外で、いろいろと、能力を手に入れたんで、そちらもね、紹介していきたいなと。そこだけど、早速やね。この浮いてるのほんと厄介だね。さあ、洗脳して一つ目の能力は洗脳ですね。敵を味方につけることができます。ただちょっと強すぎるやつに関してはライフがちょっとずつ減っていくというところですね。さああとはいつも通りっていうのと、これが、浮遊の能力の衝突ですね。とりあえずここを回転させろということなんで、ちょっと下を探索しますかと思ったらいたねー。さあ、ちょっと奥行きますか。ここかな？いや、ここではない。操作パネルが近くにあると。お、これっぽいね。いや、これは資料か。うん、抜け道やね。そしたらさっきの緑色のところかな。いや、ここはお宝か。意外とね。見つかりにくいんでね。あそこっぽい感じがしたけどね。あそこではないと。そこの上はどうだろう。あ、ここっぽいね。でもあの扉行けなかったしな。あ、あったあった。普通にあったね。さあ、回ってはいるが、回転しない。何かにブロックされている。
そう。あー、これで OK か。はいはいはい。そのための爆発ね。あー。厄介っちゃ厄介だな。さあ、これで直線的に繋がったわけだね。すごい左右が気になるけどね。多分開くためになんか条件があるんだろうね。さあ、アイテムゲッチューの特になし。なんか出てきそうな感じはするけどね。さあ、で続いてがこれが次の能力ですね。シールド。君か。結構こいつ厄介なんでね。痛いね。相変わらずダメージ高いな。あー、なるほど。じゃあこれか、シールドで耐えて倒すって感じか。はあ、はあ、試してよかった一応。まあただライフはね、ライフが結構きついんだよね。相変わらずこうサブミッションいろいろしたんだけど、回復アイテムはね出ない。こう本当これね、難易度高いなと思うね、やりながらね。おお、すごい。まあでも羽がついてないから、いやこれ、あ、そうだよね。あと一つ、いや三つか。おお、エレベーター、電力、やっぱ電力復旧か。あ、これはやばい。結構ね、狙ったのを取るっていうのがね。あとちょいかな。ってことはどっかにもう一つ隠れてあるはず。あった。普通にあった。あったあった。どっちかな。いや、意外と、三つで OK か。四つ目ありそうな気がするんだけどね。意外と。いらない感じだね。さあ、エレベーター乗って次行こう。まあね、武器出せれないから、すぐに出てこないと思うんだけど。いや、
いましたね。ちょっとね、出たいんだけど、やっぱアーマー貫通強いね、能力的ね。よしよしよし。いやー、回復があればさ、ゴリ押しできるんだけど、このゲーム、ほんとね、ゴリ押ししたらすぐやられるんでね。危ない時はどうしても、こもりながらという戦略になるね。まあ、賢いわな、そっちの方がね。結構アクション系とか自信ある方にはやってもらいたいなっていう作品であるんだけどね。最近やっぱまた人気出て売り切れになってきてるしね。バレてなかったね。あ、でも開かないか。あ、これか。センサーの意味をね。でも敵の声はするからな。いや、これはプロジェクターの音か。お、久しぶりのムービー。Intruding upon our world in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends.We are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a...necessary evil in this, a byproduct, a reflection, a projection. We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. もう段ボールで遊んでて全くね、話が入ってこなかったけど、まあ。ちょこちょこね、能力については。3体。さあ、ここは洗脳をうまく使っていこう。
にね、敵の居場所が分かるのは楽なのよね。さあ、アイテムゲッチュのっていう感じだね。さあ、中間地点。何か作れるようにはまだなってないか。組み立てまだあとちょいだね。あとは、お、4か。まあセーブもしたし次行こうかね。まあ、基本的にオートセーブなんでね。不思議な感じの、いや、なんか音がするね。あ、お宝先にね、先にアイテム取っておいてね。で、その後ちょっとじっくりその中見ます。くいー、出てきたねー。まずはドーン。さあ、怪獣戦争みたいな感じになってるが、ちなみに、今、ダメージを削れば、弱った敵ぐらいなら、持てるようになってます。これも能力がアップしたおかげだね。ほい、お返し。おい。近いね。結構ね、ヘッドショットを狙えば、ひるんでくれるんでね。そう。ちょっとね、君を抱えながら。おい。いやいや、もうちょっとね、待ってくれてもよかったんだけどね。そうだね。確かに故郷に帰ると小さく見えるよね。いや、それはわかる気がするわ。まあ、若干ね、その価値観が変わるからね、その見た感じが、ちっちゃく見えるっていうのはあるよね。いやーねー、3週間ぐらいか、1回遠出したことあるけど、やっぱ戻ってきた時ちっちゃく見えたもんね、地元がね。I did find a European filmmaker who moved here in the 60s. はあ、ってことは、あれか。病院に行ってた記録も全部取られてたわけか。まあ、
観察はされたって言ってたしね。確かにね。まず録音が残っててもおかしい話ではないと。さあ問題はこれ以上超能力が解放されるのかどうかっていうところなんだよね。さあスライドプロジェクターを探せと。なんかゴミ収集みたいな感じになってるけど、自転車が投げれそうな感じなのもちょっとな、なんか嫌な感がするな。とりあえず一回上に上がって回収しておき、まあ、敵の様子は見えないからね。これで回復はなくなった。左来てないよね。地味に君早いんだよね。さあ次の方いらっしゃい。あとは下。意外と早いな動きが。あ、飛んじゃう。よし。増えたね。厄介だな、飛んでるやつだな。とりあえず隣に来ないかだけが心配。避けたね。来たね、来たね、どんどん来たね。危ない。あとちよしよしよし。We should check that lab. まあね、高いところは取りながらやね。いやー大変大変。じゃあ端っこは特になさそうなんで。アイテム回収していきますか。お、なんかある。アルバムカバー。レベル5のアイテムはなかなか手に入んないね。
扉が開く。あー、これで繋がるのか。なるほどね。今そこの裏にお宝があったね。シールドブーストもついたか。これもちょっとつけないといけないかもね、そろそろ。Effective immediately. I'm setting up a new department.Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to. I don't know when. Darlin took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research.That's where we go next. さあ、敵の顔できましたね。クリア。次はフィンランドの単語ということで、無事メインミッションもクリアできましたね。次はどこかという話なんだけどね。ファストトラベルで、あ、研究所なんだ。研究所の灰色の迷宮。どうやって行くんだこれ。防火帯を通っていく感じだよね。さあ、一旦研究所のところまで来ましたが、まあ防火帯のところちょっと行ってみようか。その前に能力を。で、能力こんだけ増えてます。なかなかいいでしょう。追加の敵。シールドを外す。もうシールド突進良さげやね。さあ、ただこれで全部切れた。この方向か。ガトリングやべえな。いないよね。よしよし。ちょっと逃げつつ、アーマー持ちだからな。でもそこの右側の部屋で間違いなさそうだね。さあ、洗脳させてもらおう。ちょっと手伝ってもらってね。君もね。あ、さあ、どん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 。やれやれ、やっちまえ。よし。よしよしよし。あとは、
構結構出てくるね。上か。うまいこと避けるね。よし。レベル5が出たか。おい。まあまあまあ、弱ってるやつを投げるのがね。さあ、こっちだね。ああ、灰皿の迷路はあれか。一度来たところか。防火隊。謎解きになるのかな。さあ右側光ってるね。Broken. How many dead ends can this place have? We need to find Ati. さあ管理人探し行きますか。まあまあ、ということで、今回ここまでにしましょう。ちょうど霧がいいんでね。まあ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 、とりあえずミッションをちゃんと進んでるんで、次は管理人探しだね。だいぶ久しぶりに会いに行く感じになりますが、アーティを探しに行きましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ、またな。